そんなメルヘンなものでもないよ、あれ。おばさんだから、巨大な。あ、妖精が復活している。これは？そーっと近寄って、取ろう。捕まえれるかな、ちゃんと。さあ、そこの妖精や。私の元へ。ちょ、待って。キノコ邪魔。おっしゃ、来たー。あとは、おらんのか。あ、おったおったおった。そこにも。さあ、おいで。上の方行かないで。あ、くる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 。ほい。あれ？あれ？通り過ぎとる。おっしゃ、来たー。おし、これで以上かな？おし。じゃあ、砂ざらしは、あ、そこに。ちょっと待ってね。どのあたりが、その、巨大化石どうたらこうたら、あれ？あれかな？ちょっととりあえず、違う違う。とりあえずちょっと、リモコン爆弾を使って、えい！あ、ダメやったんか。くそー。ちょ、向こう側の。あ、てか出てきたね。へい。おっしゃー。はい、仕留めた、仕留めた。砂ざらしゲットー。さあさあ、それじゃあちょっと、この背中とか乗っていけんか。乗っていけんか。でもさっきさ、なんか巨大化石がどうたらこうたらっていうのなんか、書いとったよね。砂嵐なんか急激にすごくなったんやけど、何事？ゲルドの大化石、そう、これこれ。この辺やと思うんやけど、どれ？ゲルドの大化石。なんか、あっちの方にさっき見えとった建物みたいなやつかな。そこになんかあるよね。あれ、ないの？あれ？違う？どれ？どこだよ、わかんねえんだけど。見えねえ。そんな遠かったっけな。さっき見えとった限りではそんなに遠くなかったと思うんやけど。どこなのこれ。ゲルドの大化石っていうのが、ん？あれやん。このなんか微妙に山みたいになっとるとこ。ん？集落。全然違う集落やったわ。あれ？ゲルドの大化石って結局これってこと？やっぱこれってことか。え、バレッタちゃんおらん。バレッタちゃんおらんやんね。ん？あ、これ？あ、これじゃない？バレッタちゃん。はぁ、あ。あなたは妖精さん？ほらほら、バレッタ。それとも私を天国に連れて行ってくれる天使様？目が霞んできたわ。もうダメかも。しっかりして。ああ、最後にマックスドリアンが食べたかったな。何それ。マックスドリアン、マックスドリアン。めっちゃわけわからんこと言うんやけど。何マックスドリアンってどうやって作るの？てか、作るもの？マックスラディッシュ的な感じでその辺になっとるもんかな？マックスドリアン、よほどマックスドリアンを食べたいようだとか言われても。一応ゲルドの街に戻ってみたらなんか、情報知っとる人とかおらんのかな？ってことでちょっとゲルドの街にワープします。もうあれじゃない？バレッタちゃん、あ、服着替えんといかんのか。てかさ、もうマックスドリアン食べたいとかどうでもいいけど、どうでもいいけど、私に捕まってさ、ここまでワープしてきた方が、ねえ、助かると思うんやけど、その後でマックスドリアン食べればいいやんね。じゃ、とりあえずちょっと、装備、装備。装備ね。はい、宿女のマスク、宿女の服に宿女のパンツ。入りまーす。目の前で着替えやったのに全然気づかんのやね。何の話？そういえばあの真珠おとなしくなったわね。そういえば最近自信ないかも。前期は戻ってきたことと何か関係あるのかな？あるよ、あるよ。きっとあるよ。
すごい元気に呼び込みしよるね。ね、あのちょっとバレッタちゃんいたんすけど、マックスドリアンがどうたらこうたらとか言うんよね。じゃ誰かマックスドリアンの作り方知らないっすか。あのお前には失態ばかり見せてしまって恥ずかしい限りだ。それにまたバレッタがいなくなったなんて、隊長に知られたらなんて言われるか。バレる前になんとかせればな。まだバレてないんやね。なんで先輩怒ってるな。そりゃ怒るよな。この前もバレッタちゃんのことでジーク隊長に散々怒られてたからな。でも一応私は止めたんだぞ。あそこは極所地帯だから、行くならしっかり装備しろよって。止めてないし進めてる。ああじゃねえよ、あじゃ。やっぱり隠しきれなかったか。この町から南西の方にある巨大化石には妖精が住んでるって噂があってな。バレッタが好きそうな話だとは思ったんだが、なんせあの辺りはモルドラジークの住処だし、まさか一人で行くとは。確かに大妖精はいたけれど、でもそんなメルヘンなものでもないよあれ。おばさんだから巨大な。てかさ、ゲルドの町で他にもなんかあったよね。8人目の英雄。そっか、これもクリアしたいんやけど、ゲルドコーチに祀られているという8人目の英雄の姿を探し出し、その上半身を、そう、写真に写さんといかんのやけど、7人の英雄について詳しい人物というのは誰だね。私は礼など言わんぞ。後輩たちの指導に熱が入りすぎて、お前に遅れを取っただけで、本来なら賊どもなど、胸この槍で蹴散らしてやったものを、ゲルドの民として次何かあった時は、私がこの町もルイ様も重荷するのだ。その時は私の邪魔をするんじゃないぞ。お礼言ってよ。兜を奪還したハイリア人というのはお前のようだな。賊だけでなく神獣までおとなしくさせてしまうほどの腕前。いつかお前とは手合わせ願いたいものだ。疲れたって言ってるけどね。お、来た来た。兜を取り戻してくれたんだってな。いやー、正直助かったよ。じゃなければあのままずっと槍の訓練が続いていただろうからな。結局出番なかったもんね。そしてこれが隊長ね。勇敢のハイリアの場合よ。お前であればすぐに隊長クラスだぞ。よかったら我が隊に入らないか。入ります。それは心強い。しかし族長様から聞いているぞ。お前には大事な使命があるのだろう。それが終わった時、その時我々は喜んでお前を迎えよう。マジで迎えてくれる。隊長になれるよ私ここの。イエーイ。でも8人目の英雄のこととか誰も喋ってくれんかったけど、マックスドリアンって言ったよね。ん？ここは宿か？いや違う、人の家か。特に受付もなかった。マックスドリアン、マックスドリアン知らない？おばさん、雷鳴の兜が戻ってきたらしいね。よかったよかったと言いたいところだが、何でも取り返したのはゲルドの兵士ではなく外から来たものだって言うじゃないか。まったく兵士たちは何をしてたんだか。私が兵士長だった頃には考えられん失態だよ。まったく情けない。ビューラが前線に出ておれば他人手なんか借りずに済んだだろうに。何かあったの？少し前にな、族長様の乗られた砂たらしが魔物に驚いて暴走しちまってナボリスに近づいてしまったんだ。ナボリスは近づく者をイカズシへ知るづける。族長様もあわや雷の餌食になりかけちまってね。それ以来ビューラは族長様のおそばにつきっきりなんだ。でもまあ誰も怪我もせず無事だったのは不幸中の幸いってもんだよ。まったくこんな騒動を二度とごめんだね。てか兵士長やったんや、かっこいい。ん？あれは子供かい？う、どうしてどうした？あ、外国のお姉ちゃんサバーク。う、てくるね。ここにフルーツの畑を作ろうと思ってね。ゴミを拾ったり草を抜いたり土を耕したりずっとお世話してきたんだ。なのに、ゴミがたくさん流れてきて、水場が使えなくなっちゃったの。水が使えないと、もう畑作れないよ。犯人は誰だ？誰よ、こんなちっちゃい子泣かして。フルーツ畑を作ろうと頑張っていたティクル。しかし水場にゴミが溜まり、作業が一向に済まずとも困っているようだ。ゴミを捨てた犯人とは一体、ここかい？水場。ゴミいっぱいある。やば。
え、やば。この上におるってこと？これこういう模様じゃないの？これはゴミなんか、よくわからんね。ああいうタイルありそうやけど。ちょっと待ってね、私上見てくるから速攻で解決するんじゃね、これ。とりあえず犯人、犯人、あ、ここの中じゃないんか、この上か。ちょっと待ってね。じゃあこの上どこでも登れるっていいよね。便利便利。んで、この辺りに犯人が、ん、いないのか。全然いないっすよ。全然いないっすよ。誰もいないぞ。ここからゴミが流れていきよるってことよね。この辺を歩いていきよったらなんか見つかるんかな。あ、これもゴミや。すげえ、拾えない。違う違う、エポナじゃない、エポナじゃない。ほら、まさに今ゴミが流れていきよる。うわ、すげえ、なんかすごいね、こんなんあるんや。拾いたい、めっちゃ拾いたい。あー、これがそこにスススッといって、止まれよ。あー、こうやってゴミが溜まっていくのね。なるほど、確かに流れてきてるわ。あ、次々ゴミ流れてきよるやん、どんだけくん。ゴミの流れてくる方向へ、うわー、ゴミの流れてくる方向へ、この上から落ちてきよるってこと？どうよ。うわー、今落ちてきたね。あー、今ゴミ落ちてきたよ、この上だよ。ちょっと待ってね、ティクルちゃん。さあ、どっちだい？こっち？そこから来る？あ、こっちだ。ん？あれじゃね？ほら、なんかおるよ、ゴミ捨ててる犯人。のんきに食ってんじゃねえよ。おっと。なにこんなとこで食ってんの？むしゃむしゃじゃないよ。あー、捨てた。なにをあんた、そんなに見られてちゃ食べづらいじゃない。食べるなよ。あっち行きなさいよ。実は。え、ゴミ？小さなバイが困ってる？急にそんなこと言われても、私が何しようと自由じゃない。いやいやいや。そんな目で見ないでよ。わかった、わかったわよ。でもその代わり、一つお願いがあるの。私、一度でいいから、イチゴが食べたいのよね。イチゴ持ってきてくれるなら、メロン食べるの我慢してあげてもいいよ。あ、メロンなんやね、それ。わかった。イチゴはゲルドコーチの高雪地帯に生えてるんだけど、険しい場所も多いし、なかなか取れない希少な果物だから、市場にまで回らないのよね。あ、ちなみに一個とかじゃお話にならないからね。そうね。10個はないとね。食うなってだから。え、私10個持っとったっけな。いちご自体は多分持っとったと思うんやけど。どこだどこだ。いちご。あ、これか。あ、10個ある、10個あるよ。へい。だから。ゴミのことなんて考えてなかったけど、まさか私の食べかすがそんなことになっていたなんて。でもその子には悪いと思うけど、いちご10個を持ってきてくれない限りは、食べるのは止めらんないわ。持ってきたよ。え、本当に？どうぞ。よかった、ちょうど10個あって。甘い！これがいちごか。美味しい上にゴミも出ない。最高のフルーツだわ。いや、いちごのヘタがあるけどね。これさえあれば、他の食べ物はもういらないかも。でも、その子には悪いことしちゃったね。自分の欲が満たされたら、自分がどれだけひどいことしたのか気づいたよ。ちょっとゴミ片付けてくる。あんたには世話になったね。サークサーク。お、よかった。心を入れ替えてくれたね。お、綺麗さっぱりなくなっとる。でもきっちりあのメロン持っていったんやね。てか、この辺とか歩きよったらいろんな何かしらとかあるんじゃない？ほら、この上とか。なんかありそうじゃない？明らかに。なんか、コログなり、宝箱なり、ないの？ないの？普
通あるやろ。何の普通かは分からんけど、ゼルダ的な、ゼルダの世界的にはちょっと頑張りゲージまだ少ないけんね。また多くなってきたらあの上にまで登れるかな。し、メロンあれいっぱい手に入ると思ったのに普通に全て持っていかれたわ。なでもこれで解決したでしょう。もうゴミも流れてないし。ティクルちゃん、あれどこだ？ここで会っとるよね。誰もいないけど、綺麗になったのか？勝たされたんかな？よくわからんけど。ティクルちゃんどこ行ったの？え、ティクルちゃんどこ行ったの？ん？あ、もしやもう暗いけん寝に帰ったとかそういうことですか？家に帰ったのかな？で、ティクルちゃんの家はどこ？ここか。違うな。お、そっか、やっぱりあそこか。ずっと砂しか吹いてるし、おかしいと思ってたんだよね。ん、何？ハイリアの場合がこんな場所に何か用？何してるの？私はこう見えて考古学者でね。この前発見した古文書を調べたんだけど、やっと解読できたのよ。って言っても全部じゃないけどね。でもま、全部わかるのも時間の問題だし、これで私も考古学者として名を挙げることができるはず。そうだ。ここであったも何かのご縁。特別に私の研究成果聞かせてあげてもいいわよ。聞きたい？聞きたいよね。聞いてくれるよね。ぜひ、聞かせたいんよね。この町から出て東の方にあるゲルド砂漠の入り口付近には神殿があってね。そこにはゲルドの守り神とされてきた7人の英雄様の巨像が祀られているの。お、これは繋がってんじゃない？この古文書もその神殿で発見したんだけど、これであのミニチャレンジがね。我ら7人の御霊、正しく導きし者、勇者の試練の資格を与えん。おこらチャレンジ？って言葉が記されていてね。勇者の力を求めるべく、世界中の人々が神殿に集ったとされているの。古文書を見る限りは、まだその試練を乗り越えた者はいないようだけどね。それはこれからまた調べるんだけど。試練ね。ただ、関係あるかどうかわからないけど、英雄様たちは一つの大きな力を、神、鬼、太、地、火、土、純、七つに分けて、それぞれが各々の力を狙っていたと言われ、似合っていたと言うわ。でも私が見る限りは、どれも同じに見えるけどね。完全解読までもう一歩。あの神獣さんもおとなしくなったし、調査再開しないとね。ほこらチャレンジ7人の英雄。あ、この子かな？違うね。あ、外国のお姉ちゃん、サバサーバ。今日もだよ。隣の店から聞こえてくるおしゃべりの声がうるさくて全然眠れないんだ。窓の下まで行くと何喋ってるのかまで丸聞こえ。パールは大きくなってお酒を飲んでも絶対小さな声で喋るんだ。なるほど。人の振り見て我が振り直せってやつやね。あれやろ、前注意してきたおばさんやろ。てかティクルちゃんどこ？こっち？いないんで、お、ごめんね。見えてなかったよ。普通に突き飛ばそうとしたね。あ、ティクルちゃんいらっしゃらないんだけど、なんだ、なんか笑われたぞ。ん？こっち？いや、え？外に出ますけど。あ、これあれか、バレットちゃんのやつか。ということは、ちょっと待ってね、切り替えんといかんのよね、ミニチャレンジ。ミニチャレンジって犯人は誰だ？さあ、これでやっとティクルちゃんの場所が。これで？さっきまでバレットちゃんの場所を見よったんやね、私。もう、夜10時20分やけん寝とるかな。小さかったもんね、ティクルちゃん。ここか？この中にいるの？宝石屋さんだけど。寝た？ティクルちゃんは、あれ？いないよ。いなくね、ここ。あ、隣？ここじゃないやん。隣やん、恥ずかしい。ここかい？ん？ここの子。いちごたくさん。寝てるわー。
ってことはちょっとお昼頃まで寝て回復しよう。お、あ、ここアクセサリー屋か。宿屋じゃねえ。ちゃんと回転できてよかったね、アクセサリー屋さん。宿はここやね。へいへい、ホテルオアシス。じゃあちょっと寝かせていただけるかな。真珠がバレるのやめてくれたから、これからうちも。うん、オッケーオッケー。通常プランでいいです、今回は。おや、通常のプランでいいのかい？私のフィンガーティックなら天国行き間違いなしだったのに、残念だね。それでいつ起こせばいいんだい？昼で、お願いします。昼なら起きてるでしょ、ティクルちゃんも。はい、ということで、今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。